はい、千鶴さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。で今日はね、はい、なんかどうやらうちの奥さんの提案で、はい、八街市にあるね、はい、このラーメン特特というラーメン屋さんのね、はい、普通に俺らが普段食べてるものを美味しいから紹介するって感じでいいのかな。そうそうそう、はい、皆さんこんばんは、はい、今日はですね、何をやっていくかと言いますと、主人に制裁を食らわせる日です。以前に主人と約束をしたんですよ。まあ、主人が過去の動画とかでもあるように、物の置きっぱなしが本当にひどいんですよ。で、まあ、次やったら本当激辛食べさせるからねっていう話をして、おーいいよっていうことで決まったんですが、まあ、結局、まあ、ほぼ何も変わらずっていう状況が続いてます。そんな主人に制裁を食らわせたいと思います。まあ、家でちょっとご飯作って激辛食べさせるのもいいなとは思ったんですけど、まあ、作ってる過程とかでバレてしまったら、まあ、最悪なので、まあ、ちょっといつも行っているラーメン屋さんに協力をしていただいて、主人が頼んだラーメンを激辛に変えて持ってきていただくと、まあ、ラーメン屋さんがもうご協力いただいて、できることなので感謝しかありません。撮影していることに関しましては、主人にちょっと怪しまれると、まあ、めんどくさいので近くのラーメン屋さん美味しいから、まあ、そこを紹介しようっていう動画を撮ろうという話はもうしてありますので、まあ、そんな感じで怪しまれないように実施していきたいと思います。頑張ります。本当に美味しくて、うん、まあ、それをねご覧いただければと。あ、わかりました、はい、じゃあちょっと早速入りましょう。はい、どれにしますか。俺はね、あんまりね、うん、いつもそうなんだけど、うん、メニューを変えないから食べる、うんうんうん、でいつも食べてる、いつものやつね。そう、何でしたっけ。味噌ラーメン、うん、はい。でチーはどれだっけ。うち一緒、こってりラーメン、これ、うん、これね。結構ね、他にもねメニューがいっぱいあって、結構メニューがいっぱいあって美味しいんです。このこってりもね、ほんと美味しいんだよね。美味しい。でちなみにここの常連さんは味噌ラーメンに納豆トッピングをするんですね。ああ、そうだね。そうそうそう。で、あとはこの手羽先がめっちゃうまいんだよね。これね。うん、あと餃子も手作りでめっちゃ美味しいです。これね。そうです。それを注文しましょう。はい。はい。はい、では奥様。餃子が。餃子が来ちゃいましたね。うちの奥さんが大好きな餃子が。これね、ニンニク効いててめっちゃ美味しいよ。ね。いいですか。いいよ。わあ、肉汁やばいな。いただきます。どうですか断面は。断面は野菜多めなのかさ、お肉多めなのかとかさ、その辺をご紹介していただきたいんです。あのね、均等にしっかり入ってる均等美味しい。リフティリフティ。なんかね、コクもコクなの。あ、そう、うん。はい、それではですね、一足先に千鶴ちゃんのこってり醤油ラーメンだっけ、はい、が届いたんで、やばいです。うん、でーん、すごいね、ちゃっちゃ系ですね。ちゃっちゃ系でしょ。いや、これがね、マジでね、超うまいから。来ましたよ、揚げたて。僕らの大好きな手羽先。ジュージュー言ってる今言ってるの、ほら、聞こえる危ないんで。いただきます。はい、あ、やばい、超いい香り。スープもいっちゃってください、スープも。拍手。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これはうまい。しかもうちがいつも食べてるやり方は、これと半チャーハンを頼んで、おー、いいね、チャーハンをこのスープに浸してから食べるっていう最高じゃん。今日はそこまでやるとやばいんで。まあね、夜ご飯なんでね。そうなんですよ、いつもランチで来るからね。昼ご飯だったらいいけどね。そう、昼ご飯の時はチャーハン頼んでます。はい、それではね、僕はちょっと手羽ちゃん、塩がね、塩もめっちゃうまいんだよね。そう、塩をちょっと見せてください、はい、あー、ボケる。ちょっとゆうくんボケてもいいから、チキンに。あ、いいですねうわ、どう、うん、やばい
よね、うん、どうやって作ってんだろうって毎回思うよ、うん、コクが半端ないよね。やばいっすめっちゃかけたやばい、うん、やば本当に美味しいんだよね、うん、本当にうまい。失礼します。お待たせしました。豚辛麺、豚辛になります。え？どうした？違うよね。普通のラーメン。うん。普通の味噌ラーメン。うん。頼んだよね。え、なんて言ったの？魚介から味噌って言ってた。だね。普通のラーメン書いてもらうよ。激辛だもんね。え？激辛だもんね。食えない。どこ行っていい？うん、ダメです。これはあなたへの制裁です。今日はオーナーさんにお手伝いをしてもらって激辛ラーメンを食べさせるという企画です。あ、気持ち悪くなちょっと見せていただいていいですか？見て、そこそこが、やばいね、辛そうだね。でもうまそう。でなぜこういうことになったかっていうと、あなたがね、あのさ、物を置きっぱなしにするよね。で次やったら激辛食べさせるよって言ったじゃん。で今日がその制裁の日です。唐突に来るの。いざ。めちゃめちゃやってると思う。どうぞ。ちなみにこちらのラーメンはキャロライナリーパーが入っております。キャロライナリーパー、はい、その言葉を知ってるよ。なんでかというと、自分自身が食べちゃいけないものっていう、うん、認識してんの。その引き出しの中に、うん、入ってる。一種類に入ってる。多分吸ったら俺多分即死するから。しかもなんか熱々だよね。あ、やばい。あ、匂いがすごい。え、香りすごい？煙が鬱陶しい。でも吸えてる。どう？ん？ん？え、やばい。やばい。ん？大丈夫？スープ飲んで。スープ飲んで。いや、それやめた方がいいじゃない。スープ飲んで、ね、せっかくさ作っていただいたんですから。味は普通に美味しい。魚介辛味噌ラーメンっていうだけあって、うん、魚介の、うん、ね、いいね、風味もそうですし、うん、魚介の特有のさ、うんうん、コクがあってさ、なんか、なんだっけ、カラカラウオとかって好きな人多いじゃん、カップラーメンで。あれのもっとうまいバージョンだよね。辛い人は、うん、あ、辛いの好きな人ね。もう頭をバグっちゃうよ。辛いのが好きな人は全然いけちゃうと思う。うんうん、ただ俺がマジで弱いから、うん、キャロライナリーパーになるものは、うん、やっぱ受け付けない、うん、ってことで、ちょっとあんま喋ってるとさ、早く食えるから、うん、いただきましょう。はい。やばい。あれね。ちょっとさ、あの、噛んでくださいよ。何？あの、さすがに俺も頑張ってんじゃん。うん。だからさ、うん、あの、スープはもう無理よ。うん。まあそれはまあいいでしょう。
られないのよ。痛いのよ、口の中で。入った瞬間にもう。やばいよね。痛みが走る。頑張って。頑張って。あなたが洗濯物とかを置きっぱなしにしたからこうなったんですよ。やばいね。超汗かいてるよ。美味しいね。うん、美味しい。あ、幸せ。ちょうどね、うん、汗かきたいところだ。ちょうどいいですか。ちょうどいいっすよ。うん、そりゃ良かったですよ。とりあえず立ってない、大丈夫。うわ、やばそう。これは約束を守らなかった方の末路でございます。大丈夫？耳聞こえてる？やめて、そういうこと言わないで。大丈夫ですか？どうされました？すごいじゃん、あとちょっとじゃん。大丈夫？ゆうくん、目が完全にいっちゃってたよ今。胃がね、うん、やばいと思う。いや、痛いよね。あー、ラストですよ。おー、すごいじゃん。 あなた、いつも一緒にいて分かってると思うけど、うん、物をさ、残したりとかしたくないの。うん、そうだね。絶対食べて帰るから。うん、これも同じ。どれ、じゃあそこの、ここにも入ってないことを証明してください。入ってないよ、食べたよ。おやじ一本だから。そうだね、全部食べないとさ、うん、作ってもらった人にも悪いし。そうだね。っていうか、まあそもそも俺頼んでないし。でもうちもさっき一口だけいただいたんですけど、めっちゃクソうまかった。そもそも俺頼んでないし。美味しかったね。次来たら多分注文しちゃうレベルで美味しい。ゴルゴ松本さんとか、うん、暴れる君とか、うん、もうそういう人たちの気持ちが痛いと思う、うん、分かる、うん、いや、もっと辛いもの食べてるかもしんないよ。もしかしたらでしょうね、うん、だけど、まあ、俺あれをさ毎回見ててさ、うん、ちょっていっちゃうといいじゃん。よく言ってるよね。うるせえ、黙れ。よく言ってる。よく言ってる。熱いうちに全部口に入れちゃえばいいんだよって言ってましたよね。結構時間かかりましたよ。かかったね。だって何回や、うん、え、もう多分いつもなら俺多分ラーメン5分10分ぐらいで食べ終わんない、うん、これかれこれ40分以上かけて食ってくる。うわ、いかがですか？痛いわ、見てて。痛そう。やばい、無になってる。あー、やばい。完食いたしました。もう感覚ない。また物を置きっぱなしにしたら辛いの食べますか？ということで今日は、はい、美味しい美味しいラーメンを、はい、美味しい美味しいラーメンを、はい、食べさせていただいて、はい、ありがとうございます。またね、うん、美味しいラーメンがあったら
皆さんね誰あのご紹介したいと思います。はい、そうですね。今日はこの辺で楽しい企画でした。失礼したいと思います。ありがとうございます。それではごちそうさまでしたありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。後藤祐樹という個人チャンネルの方で本気でキャンプ場を作っています。これからも動画をたくさん投稿していくので、ぜひぜひ個人チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。